ご主人様、あなた、ダーリン。指揮官、見て見て、これどうかな。って服じゃないよ、このチューバのことだよ。指揮官に聞かせちゃおうかな。みんなドレスなのになんで私だけ男装なのさ。まあこれはこれで着心地が良くて結構いい感じだし。指揮官、パーティーに行こうって約束したじゃない。そろそろ出発しようぜ。その驚いた顔を見ると、こうして着替えた甲斐がありましたわ。ほーら指揮官、ワイン飲ませてあげましょうか。他の子にこんなことをしたら少し罰を与えますわよ、指揮官様。指揮官様は小さいのがお好みかしら。そうなら大きいのから消し去ってやりますわ。
もっと触って。指揮官様は小さいのはお好みかしら。そうなら大きいのから消し去ってやりますわ。指揮官様、大砲に嘘だけはつかないでくださいね。でないと。指揮官様、大砲に嘘だけはつかないでくださいね。でないと。指揮官様は小さいのはお好みかしら。そうなら大きいのから消し去ってやりますわ。指揮官様が欲しいというなら、お月様だってつかみ取ってみせますわ。指揮官、公共の場でこんなことしちゃダメだぞ。指揮官、パーティーが終わったらなんか軽いものでも食べに行かない？私のおごりだから、そう遠慮しなくていいよ。ほらほら、私たちの仲じゃないか。指揮官、パーティーが終わったらなんか軽いものでも食べに行かない？私のおごりだから、そう遠慮しなくていいよ。ほらほら、私たちの仲じゃないか。ナイト、お前もパーティーに行きたいのか？じゃ、一緒に行こう。
指揮官も何か楽器を勉強して一緒に演奏しようよ。指揮官も何か楽器を勉強して一緒に演奏しようよ。そういえば指揮官、私の洋服姿ってどう？似合ってる？これふわふわしててすごく気に入ってるんだよ。指揮官も何か楽器を勉強して一緒に演奏しようよ。指揮官、これにぶつかっても知らないわよ。指揮官、これで応援してあげる。ぷー。あれ、うるさかった？ごめんなさい。そういえば指揮官、私の洋服姿ってどう？似合ってる？これふわふわしててすごく気に入ってるんだよ。指揮官は私の演奏を聞きたい？よーし、まんじゅうたち、準備はいい？そういえば指揮官、私の洋服姿ってどう？似合ってる？これふわふわしててすごく気に入ってるんだよ。明石はどこも悪くないにゃ。うにゃうにゃ、うんぐゅ。指揮官どうしたにゃ？まさか壊れちゃった？修理するかにゃ？明石はどこも悪くないにゃ。うん、これは修理が必要そうだにゃ。うにゃうにゃ、うんぐゅ。指揮官、飲み物いるかにゃ？さっき他の船体から絞ってきたにゃ。人生はこのワインのように楽しむか、もしくはこうやって捨てちゃうか。指揮官はどっちの方がいいかしら。人生はこのワインのように楽しむか、もしくはこうやって捨てちゃうか。指揮官はどっちの方がいいかしら。指揮官、私とダンスする約束忘れていませんよね。間違えたらお仕置きしてあげます。私がワインを飲んでる姿が見たい？変な趣味ですわね。よーく見ておきなさい。あら、あそこにいるのはエクセター先輩ではありませんか。少しからかってきますわ。
あら、あそこにいるのはエクセター先輩ではありませんか。少しからかってきますわ。触っていいのは腰だけだと言いつけたはずですけど。私がワインを飲んでる姿が見たい？変な趣味ですわね。よーく見ておきなさい。私の高貴な体に触らないで！小さいのは高貴の印よ。わかった？お腹に触らないで！失礼よ！ぶつかったですって？私に道を開けないからよ！お腹に触らないで！失礼よ！小さいのは高貴の印よ。わかった？ぶつかったですって？私に道を開けないからよ。小さいのは好奇の印よ。わかった？お腹に触らないで。失礼よ。指揮官様、そんなじっと見つめて、私そんなに綺麗ですか？もう指揮官様ったら子供みたい。指揮官様、そんなじっと見つめて、私そんなに綺麗ですか？指揮官様に褒められているようで安心します。指揮官様の手、イラストリアスの心の音、感じていますか？指揮官様の手、イラストリアスの心の音、感じていますか？指揮官様に褒められているようで、安心します。もう、指揮官様ったら、子供みたい。指揮官様の手、イラストリアスの心の音、感じていますか？妹？そういう存在がいるとしたら、名前はプリンス・オブ・ウェールズ。今思えば悪くないな。あいつらの悪習に染まるのではないぞ。指揮官、私の存在は必要か？ウェールズとヨーク、私の存在を奪った彼女たちを嫌ってはいるが、私の存在を継いだ彼女たちを恨みきれない。ウェールズとヨーク、私の存在を奪った彼女たちを嫌…指揮官さん、じっとしてて。今口元を…はい、お仕事頑張ってくださいね。投稿ですか？あそこはいい場所ですよ。例えば私のことをずっと見つめていても構いませんが、お仕事の方をおろそかにしてはいけませんよ。指揮官さん、怒りますよ。もう本当に怒っちゃいますよ。私のことをずっと見つめていても構いませんが、お仕事の方をおろそかにしてはいけませんよ。指揮官さん、一緒にお花に水やりしませんか？指揮官さん、じっとしてて。今口元を。はい、お仕事頑張ってくださいね。
爆撃機？うわあ！指揮官、冗談じゃ済まないことだってあるのだぞ！指揮官も鬼ごっこ、やってみない？発射初弦、コンパスに縮尺、ガチャガチャ、指揮官も鬼ごっこ、やってみない？発射初弦、コンパスに縮尺、ガチャガチャ、執務室で潜航できる場所があるか探すぞ。爆撃機？うわあ！指揮官、冗談じゃ済まないことだってあるのだぞ。うわあ！だから指揮官危ないって。危うく魚雷を撃っちゃうところだったじゃない。いつでも行動できる。闇に磨かれた僕の意志、恐れるものは何もない。指揮官に敵対する者は誰であろうと敵だ。確実に指揮官の役に立ったのなら、功績ぐらいは他の人に譲っても構わない。いつでも行動できる。これが指揮官がしたいことなら、確実に指揮官の役に立ったのなら、功績ぐらいは他の人に譲っても構わない。指揮官に敵対する者は誰であろうと敵だ。確実に指揮官の役に立ったのなら、功績ぐらいは他の人に譲っても構わない。何かわからないことがあるのか？教えてやるからありがたいと思えよ。バカな妹たち、いつになったら安心させてもらえるんだ。お前というやつはどうしてそうなんだ。お前というやつはどうしてそうなんだ。ギャー、この鼻血ばっか流す発情変態め。お前というやつはどうしてそうなんだ。バカな妹たち、いつになったら安心させてもらえるんだ。いつもは役立たずだけど、いざって時にはまあまあやるな。何かわからないことがあるのか？教えてやるからありがたいと思えよ。
you.